ながら気持ちも一つにしていきたいと思いますので、じゃあこの音楽というのもソルジャーさんが担当していただけるということですね。ありがとうございます。さあそれでは皆さんいいですか。それではみんなで一体化していきたいと思います。それではいきましょう、フルスイングタイム。さあ昨日は10安打10得点というジャイアンツを戦いになりました。今日の交流戦2戦目ということで、あそこの台がしっかりと思います。皆さんの、ね、ファンの熱を届けていただきたいと思います。ありがとうございます。いい感じ、ありがとう、いい感じ。後ろの方の人もありがとう。あれ何やってるんですか。いいカフェの皆さん何やってるんですか。みんな一緒にやるんですよ。乗ってくれてる、ありがとう、ありがとう。それですよ、ありがとうございます。ありがとうございました。さあここからまた行きたいんですけれども、さあここでソルジャさんは場内の、ね、音楽の演奏ということがあるというので、ここで移動ということになりますよね。なのでここまで盛り上げてくれました DJ ソルジャさんに大きな拍手。ありがとうございます。東京ドームの中でもよろしくお願いします。お願いします。坂本ちゃん、今シーズンは音楽というのでもだいぶ雰囲気変わったんじゃないですか。いや、ね、ガラリと変わりましたね。リニューアルした東京ドーム、はい、黒一色なんですけど、 それにこうかっこいい音楽が、雰囲気がとても合ってるなって、あれはグラウンドにいた時の迫力はどうですか。映像もすごいです。 125m まで、ね、メインビジョンがありますけど、どうですか映像、音楽。もう私たち、はい、試合前のパフォーマンスの前に裏で待機してるんですけど、もうすでに音楽が鳴っているんですね、はい、でも会場が盛り上がった状態で私たちもパフォーマンスに行って、皆さんまた盛り上がっていただいて、試合前の時ですよね。そうです、僕いつも見てますテレビで、はい、そうなんです。パフォーマンスちょっとこの番組終わる時なんで、あ、そうなんです、いつも見てます。残念ですね。見えてますからね。そういったところ迫力満点と、はい、ですか、はい、じゃあここからになりますけれども、ここからは大抽選会に移っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあこれはですね、今日のチケットがない方も参加することできますので、前の方に少し来ていただきながら、こちらの方抽選会していきたいと思います。